はい、皆さんこんにちは。今日はね、鬼滅の刃日輪刀ダイキャストコレクション全種類開けていきたいと思います。鬼滅の刃の登場人物の日輪刀がね収録されてますんで、どのね日輪刀が入ってるのか開けていきたいと思います。じゃあどれから開けていこうかな。まずはね、黄色いカプセルから開けていきます。はい、1個目はね、赤妻善逸が使ってる日輪刀ですね。ラインナップはね、こちらの5種類が入ってるみたいです。それではね、組み立ててみましょう。まずはね、こちらが鞘になります。刀をね、収める道具ですね。使った後にね、シャキーンと入れますもんね。そしてこちらがね、善逸が使ってた日輪刀の刀身部分になります。黄色の模様がしっかりとね、入ってますよね。かっこいい。あとね、こちらがちっちゃいんだけど、つかとつばになります。最後はね、刀を置く台座が入ってました。それではね、組み立ててみましょう。はい、組み立てました。吾妻善逸が使ってた日輪刀になります。めっちゃちっちゃいんだけど結構切れそう。それじゃあね、台座に置いて飾ってみましょう。こんな感じです。かっこいいね、シュキーンってね、めっちゃかっこいい。ちっちゃいけど、なんか小学校の頃にね、映画村に行ってこんなミニチュアのね、刀を買った記憶があります。確か700円ぐらいで買ったんだったかな。お土産コーナーにね、結構ちっちゃい刀って売ってましたよね。すごいかっこいい。それでは2つ目、こちらの黒いカプセル開けてみましょう。はい、2つ目はかまど炭治郎の日輪刀出てきました。漆黒のね、日輪刀だね。これ真っ黒ってね、あんまりイメージ良くないんだけど、かまど炭治郎が持つとね、かっこいいんだよね。妖刀って感じがするよね。それじゃあね、組み立てましょう。はい、組み立てました。こんな感じでね、めっちゃまがまがしいね、刀身が真っ黒。実際ね、真っ黒の刀ってあるのかな。すっごいね、全てが真っ黒ですからね。それではね、鞘に収めて台座にね、飾ってみましょう。はい、こんな感じです。それではね、次は青いカプセル開けてみましょう。誰が使ってた日輪刀が出てくるのかな。青色の刀身の日輪刀出てきましたね。これはもう間違いなくね、水の使い手の富岡義勇のね、日輪刀ですね。それじゃあね、組み立てていきましょう。ちっちゃいんだけど、刀身にはね、悪鬼滅殺って刻印がね、ちゃんとされてます。めっちゃこだわってるね。こんなにちっちゃい刀身にね、ちゃんと刻印されてますよ。すごい。はい、組み立てました。富岡義勇が使ってたね、日輪刀になります。青色の刀身もめっちゃかっこいいね。なんかね、青色の刀身に鞘が黒っていうのがね、少し違和感あるよね。こんな感じでピシュッてね、見たら青色の刀身が出てくるんですよ。といった感じでね、3つ目はね、富岡義勇のね、日輪刀が出てきました。それじゃあね、4つ目はね、ピンク色のカプセル開けていきましょう。これ大体想像つくんだよね。せーの、はい、4つ目のね、カプセルの中からはね、ツーリカナオの日輪刀が出てきました。ツーリカナオはね、最後はね、炭治郎と結婚するんだよね。幸せになってほしいですね。はい、つゆりかなおの日輪刀ね、完成しました。こんな感じです。本当にね、こんな刀があったらすごいよね。じゃあね、鞘に剣をね、収めてみましょう。こんな感じです。刀剣乱舞が人気の時も刀流行ったけどね、鬼滅の刃でさらにね、刀ブーム来てますよね。それではね、最後5つ目のカプセル開けてみましょう。せーの、
5つ目はめちゃめちゃ分かりやすいね、この刃先。もちろんね、出てきたのは古町忍が使ってた日輪刀になります。じゃあね、出して組み立てていきましょう。刀身には滅殺ってね、ちゃんと刻印がされてます。かっこいい。ただね、古町忍の刀はね、すぐ折れそう。毒を注入するのにね、特化した刀になるんでしょうね。じゃあね、組み立てていきましょう。つばをつけたらね、めっちゃおしゃれな刀だよね。はい、組み立てました。めちゃめちゃおしゃれなね、日輪刀だよね。いいね、こういう刀あったらね、めっちゃ欲しいね。それでは鞘にね、収めてみましょう。カシャン、いいね。ただね、剣を抜くとなんか折れそう。本当折れそう。はい、といった感じで今回は鬼滅の刃日輪刀ダイキャストコレクション全5種類紹介してみました。それではね、今回出てきた日輪刀を振り返っていきましょう。まず1本目はね、赤妻善逸のこちらの日輪刀が出てきました。善逸はね、結構思い込みが激しいところもあったり、ネガティブなところがあるね、面白いキャラクターのね、少年だよね。そしてね、2本目は竈門炭治郎のね、漆黒の日輪刀になります。竈門炭治郎ね、結構日輪刀折っちゃうんでね、いろいろ変わるんだけど、これはね、漆黒の日輪刀になります。真っ黒の刀ってね、なんか切れ味悪そうな雰囲気がしてね、あんまりね、欲しいなって思わないんだけど、まあこれはこれでね、味があるんでしょうね。そして3本目はね、富岡牛のこちらの青い日輪刀になります。青のね、日輪刀はかっこいい。そして4本目は露里かなおの日輪刀になります。もうこれはね、女の子っていう感じの刀だよね、ほんと。5本目は古町忍のね、こちらの日輪刀なんだけど、個性的ではあるけど、切れ味とかは悪そうだし、なんか刀としては役に立たなそうな感じの刀ですよね。といった感じで、この5本のね、日輪刀をね、紹介してったんだけど、みんなはね、どの刀が一番良かったかな？パパはやっぱりね、富岡牛のこの青い日輪刀、めちゃめちゃ欲しいなって思いました。みんなもね、この日輪刀欲しいなって思った人はね、ぜひね、ガシャポン回して挑戦してみてください。それでは皆さん、また見てくださいね。バイバーイ。